本日富士山の周辺では不思議な雲が現れました。こちらは山梨県の富士河口湖町からいただいたリポートです。富士山の山頂付近には笠雲があり、すぐ隣には吊るし雲と呼ばれる雲が出現しました。この吊るし雲とはどういった雲なんでしょうか。吊るし雲は高い山の笠下に現れます。一度出現するとほとんど動かずに吊るされているように見えるので吊るし雲と呼ばれています。この吊るし雲は天気下り坂のサインとも呼ばれています。発見した際はその後の天気に注意をしてください。最新のお天気はアプリウェザーニュースからも確認することができます。ぜひご利用ください。トピックスの記事情報をお送りしていきました。今日富士山周辺で不思議な雲が現れたということで、ニュース記事にもなっていたんですけれども、こちらは届いたリポート、富士河口湖町からの様子です。富士山周辺山頂付近には笠雲が出現し、その隣すぐ隣には吊るし雲と呼ばれる雲が出現しました。よく吊るし雲のメカニズムについても番組でもお送りしていくかと思うんですけれども、山の風下に現れる現象です。一旦出現するとほとんど動かないことから吊るされているように見えるということで吊るし雲と呼ばれています。詳しいニュース記事アプリケーションからも見ることができるようになっておりますので、ご覧ください。